それではあのインタビューの方を始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。ではまず王さんはどうして国際日本学研究科を選ばれたのでしょうか。はい、えー。私はあの大学院に進学するためにあの日本に留学することになりまして。 あのただこう大学院に入るにはまず何を研究したいということを見つけることとそれに対してあ,のある程度の認識と自分自身がどれほど関心を持つことは多分一番大事だと思いますのでもともと日本のこうアニメ漫画ゲームやらといったこうあのポッカルチャーに惹かれてこう日本語を覚え始めましたけれども。 じゃあ研究するならあの好きなものを対象,対象にした方があの研究があのはかどるんじゃないかなと思いましてでいろんな研究家をあの探し,回,し,ました回りましたけれどもあのここの日本あのポッカルチャル域はあのその先生たちは本当にアニメ特撮漫画オタク文化が界隈でで での,あのトップクラスの研究家であのそしてあの卒業生のこう研究テーマの方向性も自分が研究したいものに一番近いと思いましてさらにこうメディアコンテンツとか多文化領域とかなどあの横断的に履修することもできるので今後の仕事にも多分役に立つんではないかなと思いましてここへ進学することに決めました。 はい、ありがとうございます。それでは、あの国際日本学研究家の中でえ学んできた中で一番大きな学びは何でしたかはい、えっと、すごく今の,あの仕事にも影響を受けてはいますけれども、あの物事をこう客観的に見ることです。あの多分今、 在籍している方々があの基本こうポップカルチャーに対して本当に好きでこの領域を選んだと思いますけれどもあの好きであることはあの多分フィルターをかけたままで考えることになるかと思います。あの自分のこう感情に引っ張られあー迷い込んでこう出口を見失うことは多々あると思いますけれどもあのこのフィルターを あのどうやってこうどうやってこう外して物事を考えることはすごく大事だなと思いますでもちろんこうきっぱりこう外すことはとても難しいことでもありますがあのいざこう意識し始めるとあの仕事と研究以外もあの物事に対しての見方も変わってきますし自分のこう溢れた感情を除いてより多方面でいろんなことを見ることを 見るようになりますはい、はい、ありがとうございます先ほどその仕事に影響も出てきたというふうにおっしゃっていますけどもその研究家で学んできたことをその仕事の面でどのように活かしているのかというと,ところをお聞きあすいませんえっとどのように仕事で活かしているのかということを教えてください、はいえっと 私の当時の研究はあの第1作目の,あの日中共同制作アニメの成立にまつわる研究ですが、えっと、研究のきっかけとしてはその作品に対して本当に何の記録も残されてない状態で。あの 先行資料とかあの先行研究とか準備している時にもあの国立図書館とかで探しても本当に片手,片手も数えるほど少なくあのこのようなあの日中文化日中文化としてそういうなんか残すべきもの,をあのそういうなんか資料は全然残されてないっていうことはすごくもったいないことと思いあのそれを調べる。 のはすごく価値があると思いましてそこで研究し始めたんですけどすごく運がよくあのポップカルチャー領域今在籍しております日川隆介先生が所属しているこうあのアニメ特撮アーカイブ機構という NPO 法人なんですけれどもそこで未整理の段ボールが山ほどがありましてその中で あの日本側のその作品に対しての,その一次資料を見つけましてでもちろん中国側でもあのこういったアニメアーカイブの専門家のもとでもともと捨てられたはずのこういう大量なセル画をあの,あの方がこう買い取ってあの当時のその作品 関わっているそういうセル画とか資料とかいろんなものをあの見つけてくれてそう見せてくれまして結果としてはそれらの資料をある程度でこの作品のせあ、あのー、成立に至る経緯をあの整理することもできててそれを、あのー、ま,とまとめた人間としてはすごく光栄に思っております。それをあのー 一枚のこうセル画が,がただの紙ではないことをその,価値その価値を世の中の人たちに伝えるためにそうさらにこう同じようなものを作れるように頑張っている方たちのためにも その文化のそういったコンテンツ文化のアーカイブ化の重要性を深く深く感じておりましてその気持ちを持って今まさにこういったあの展示会とかそういうコンテンツに関わっている仕事を携わらせていただいているのでその仕事でこういういろんなあの今学んできたことを生かしております。はい はい、ありがとうございます。それでは最後に、えー、入学する院生に向けてメッセージをお願いします。はい。えっと、はい。えー、すごくあの現実的な話になりますが、あの勉強内容にこう興味を持つことはもちろん大事だと思いますけれども、あのそれは ただのモチベーションに過ぎないのであの研究すること自体とは全く別です。あのポッカルチャという領域はなんかまた特集で何をどう研究すればよいのかをあの分からない方はこうぼんやりしている方はたくさんいると思いますけれどもあのまず本当にこう焦らずにこうとりあえずあの参考文献とか あのコンテンツを研究してい,らしているそういうあの文献とかそういう書籍とかをちゃんと一回読んでみてください。でそこで、あのー、ここの過去の,あの問題過去問を一回解いてみてください。でそれらを通して、あのー、これからの2年間さらに博士課程に行くと多分5年間8年間になるかと思いますけれども。 あの何を相手にするのかは多分なんとなく分かるかと思います。であのこれからの2年間とあのさらにそれからの進路にも関わってくると思いますけれども好きの,の延長線でこう研究とか仕事をするにはあのもちろん楽しいことたくさんあるかと思います。でもその楽しさは あのいつも辛さと背中合わせであってで決して楽ではありません。あままり期待すすぎずあの平常心で向き合うこととは大事だと思いますそれこそここにいる先生たちはあのその大変さをちゃんと理解してくれて丁寧に指導してくれているのでこういった環境は本当にめったにないかなと思いまして。 たぶん、ちょっぴりこう、一味違うかもしれないので、あのもし本当にこういうポッカルチャーとかオタク文化、こういった世界をより深めたいのであれば、あのぜひ一度挑戦してみてください、えー、頑張ってください、以上です。はい、いありがとうございました。 では、えっ、ー、とこれでインタビューの方を終わらせていただきます。今日はありがとうございました。